大江橋は大阪市北区の道島側に架かる橋である。国の重要文化財に指定されており、何和の那橋五重線にも選定されている。大江橋大阪市北区西天間二丁目及び道島浜二丁目と道区中野島を結ぶ御堂筋の橋である。鉄骨鉄筋コンクリート造りの4景観のアーチ橋で橋長81.5メートル、福音36.5メートル。 なお、大阪メトロ御堂筋線が大江橋の地下を通過している。歴史的には、江戸時代の元禄年間、道島の開発に伴って架けられた5つの橋のうちの1つである。1909年に大阪市北区の一帯を襲った北の大火で消失。1910年に福音十二県の後半桁橋に架け替えられ、大阪市電南北線市線が開通した。現在の橋は、 第一次大阪都市計画事業の一環としての未同筋の拡幅工事に伴い、九百三十年に着工し九百三十五年に完成した。掛け替えに先立ち、中之島を挟んで、土佐堀川に架かる淀屋橋とともに、九百二十四年にデザインコンペが行われた。鉄筋コンクリート作りのアーチ橋ながら、パリのセーヌ川を参考に景観に配慮したデザインは、 一部、補修された以外は喧嘩された、当時のままで、第一次大阪都市計画事業の目指すところを、現代に伝えている。このことが特に評価され、2008年には、大江橋及び、淀ド橋として、コンクリートの橋としては珍しく重要文化財に指定された。南詰北詰、ありがとうございます。